アイルランド公爵及び、ダブリン公爵及び、第9代オックスフォード伯爵、ロバート・ド・ビアーは、イングランドの貴族。リチャード2世の側近だったが、卒位派貴族らの作動で反逆罪に問われて、失脚した。1362年1月16日、第8代オックスフォード伯爵、トマス・ド・ビアーとその妻モード・ド・アフォードの一人息子として、生まれる。母のモードは、 初代サフォーク博、ロバート・ドア・フォードの名にあたり、かつ、第3代ランカスター博ヘンリーの孫にあたる。1371年9月に父が死去し、第9代オックスフォード博爵位を継承した。ビアーイエは歴史こそ古いが、所領が多いわけではなく、これといって重要な役割を果たした先祖もいなかった。ロバート自身も凡庸な人物だったという。 しかし1380年代に幼い国王リチャード2世と親しい友人となり、それがきっかけとなって国王側近として急速に台頭する。1385年には一代限りの爵位としてダブリン公爵、ついで翌1386年にはアイルランド公爵に上されるとともにアイルランド内において国王と同等の権力を持って、 アイルランドを統治することを認められた。立身出世を希望する多くの者がアイルランド公にすり寄ったが、それだけに政敵たちから危険視された。そして1387年にはグロスター皇、トマス・オブ・ウッド・ストックら卒位派貴族によって反逆罪に問われそうになった。これに対抗して彼は国王からも支援を受けてチスターで挙兵した。 しかし1387年12月19日のラドコットブリッジの戦いで敗れ、大陸への亡命を余儀なくされた。亡命中の1388年2月、訴追派貴族の主導で非常議会が召集され、その貴族院において他の国王側近たちと共に反逆罪で訴追されて死刑判決を受けている。アイルランド公とサフォーク博、マイケル・ドラポールはイングランドから逃げ出していた。 タメブジだったが、イングランドへ帰国できなかった。1392年、亡命先のルーバンでイノシシ狩りをしていた時に、狩猟事故で死亡した。子供がなかったため、オックスフォード伯爵位は、叔父のオーブリー・ド・ビアーに継承された。1376年に、フランス貴族クシー教アンゲラン7世ドクシーの、娘フィリッパ・ドクシーと最初の結婚をした。しかし彼女に、 領地継承の見込みがなかったため、離縁した。離婚後、アグネス・ドラ・アンスクロナと再婚した。いずれの結婚でも子供はなかった。ありがとうございます。